ブカレスト大学は、ルーマニアの首都ブカレストにある大学。現在、大学に在籍する学生は、全体で、約3万1805名である。また、教職員は、約1279名を要する。源流は、ワラキアコー・コンスタンティン・ブルンコベアヌによって、設立された1694年の聖サバ学院まで遡る。はじめギリシャ語で抗議、後に、 カリキュラム改革によって、ラテン語、フランス語、イタリア語の講座などを設けた。1776年から1779年の間にかけて、新しい建物を建設した。1864年、ルーマニア校、アレクサンドリオアンクザによって、正式に大学として創立された。1916年から1918年まで第一次。 世界大戦のため一時閉鎖された。大学は戦艦期に大きく飛躍。1925年には医学部と薬学部を含む7学部で学生数は1万5000人を超えた。戦後、共産政権下においてソビートモデルに従って再構築された。1956年、スターリン批判、ブカレスト大学の学生たちは共産政権に対して 抗議活動を行い、1989年のルーマニア革命、ブカレスト大学は反体制活動の中心の一つとなった。ブカレスト大学は以下の学部から構成される。ミルチャエリアデミール・シオラン、ウジェヌ・イオネスコトリスタン・ツァラ。ありがとうございます。